はい、こんばんは。ここんばんは。今日はですね、韓国の格差特集、第5弾といたしまして、最後にですね、素晴らしい方がもう取りできたんですけど、もう悟られて9年という方なんですけどね、イルピョンさんという方がいらっしゃいます。その方に今日はたっぷりとですね、お話を聞いてみたいと思いますので、よろしくお願いします。今日は3階の、この東京センターの3階からちょっとお送らさせていただいております。はい。それではですね、通訳はですね、リボンさんが今日も、承ってもらっております。どうもありがとうございます。それではイルピョンさんの方につないでみたいと思います。それではよろしくお願いします。イルピョンさん。こんばんは。안녕하세요。안녕하세요. こんばんは。どうも、今日はお忙しいところに来ていただきまして、ありがとうございます。신기도불구하고이렇게와주셔서감사합니다.아이고천만의말씀입니다.이렇게불러주셔서너무감사합니다. 예,とんでもありません。このように呼んでくださってとてもありがとうございます。はい。その韓国の格差特集第5弾で、今日が最終回になるんですけど、最終回に一番なんか素晴らしい、すごい方をお呼びしたような形になってるんですけど、今日はたっぷりとお話を聞かせていただければと思います。よろしくお願いいたします。한국각자진다섯번째마지막편입니다.그래서제일훌륭한분을모실수있어서영광입니다.아이고,이렇게참석하게허락해주셔서너무나감사드립니다. このように山積するように許してくださいまして本当にありがとうございます。じゃあ、그러면저기준비되시는대로말씀아예예예예아오늘일본그시청자여러분굉장히반갑습니다.今日は日本の視聴者の皆さん、このようにお会いできてとても嬉しいです。뭐바로눈앞에서뵙고서말씀드려드리면더좋겠지만,すぐ目の前でね、お会いしながらお話しできたらもっといいでしょうけれど。한국과일본과이렇게멀리떨어져있는데도불구하고,韓国と日本がこのように遠く離れているにもかかわらず、제가여러분들을앞에모시고얘기하는것처럼할수있어서너무기쁩니다. 私が皆さんがまさに目の前にいるような感じでお話しできることがとても嬉しいです。오늘제가제목을굉장히거창하게달았죠?今日私が題名をとても大げさにつけたでしょ?궁극의깨우침이라고또달았고,究極の悟りというふうにも、궁극의깨우침을얻은사람들이생활하는법에대해서담았습니다.究極の悟りを得た人たちが生活する方法というふうな意味でつけたんです。제목이굉장히거창하죠?題名がとても大げさでしょ?제가오늘그미끼작전으로私が今日このように立てたのは、그일본의여러분들을모시고같이기회를마련하고싶어서,日本の皆さんとこのように会いながら話せることができて、일부러구미가많이당기는제목을달았습니다.わざわざこのようにこの皆さんの視点が行くようなそういった題名をつけたんですよ。제가여태까지이런강의나강연을할때는,私が今までこのような講演、講義をするときには、전혀준비기간이없는상태에서들부탁을받고하였습니다.ほとんど準備もしないまま、する時間もないまま依頼を受けてすることが多かったです。대개몇시간전이라든가,例えば何時間前だったりとか、길어도하루이틀뭐이전에받았었는데,長くても1日2日前に依頼を受けて話すことばかりだったんですけれど、이번에는거의한달정도전에 今回はもう1ヶ月ぐらいも前に부탁을받아서依頼を受けましたので、한달동안여러생각을많이했습니다. 1ヶ月の間いろいろな考えをしましたよ。과연제가어떤말씀을드리는게여러분들한테도움이될지,果たして私がどのような言葉を話したら皆さんの助けになるのか。그래서여러가지생각을해봤는데,それでいろいろ考えてみたんですが,그래서결국은제목을그렇게거창하게된것입니다.それで結局は題名をこのように大げさにつけたんです。그한국
사람과 일본 사람은 한국인도 일본인과 외형은 비슷하지만 外貌はよく似ていますけれど 사고방식이 상당히 다른 것으로 알고 있습니다. 思考回路は 思考方式は とても違うというふうに思っています. 일본 분들은 日本の方たちは 겉모습은 동양인이지만 この上辺は東洋人ですけれど 생활방식이나 生活方式や 생활습관이나 生活習慣や 기타 사고방식 자체가 その他 思考方式自体が 서양인과 마찬가지입니다. 西洋人と同じようですよ. 아, 왜 이런 말씀을 드리고 하면 なぜこのようなことを申し上げるかというと 제가 그 이 동양의 서적과 私が 東洋の 書籍と 서양의 서적을 읽어보면 西洋の 書籍を読み比べてみると 그 차이점을 발견하게 되는데 その違いを発見するんですが 대개 동양의 서적은 중요한 점을 맨 앞에 씻습니다. この東洋の書籍というのは一番大事なものを一番最初に書きますよ. 그리고 그 서양의 서적은 처음에 여러 가지 이야기를 하고서 최고 중요한 점을 맨 마지막에 씻습니다. それから西洋の書籍というのは最初の方はいろいろなことを書きながら一番大事なことは最後に書きます. 그런데 일본 분들은 동양인 이니시니까 でも日本の方たちは東洋人ですから 제가 가장 중요한 얘기를 맨 처음에 해야 할 것 같습니다. 私は一番大事な話を一番最初にしなければいけないんじゃないかなとするべきだと思うんです. 그런데 한편으로 생각하면 일본인 일본 분들은 사고 방식이 서양 분들이니까 でも一方で考えてみると日本の方たちは思考回路は 西洋人と同じなんですから 중요한 걸 맨 마지막에 얘기할 것도 같습니다. 가장 중요한 것은 가장 마지막에 얘기할까나とも思うんです. 어떻게 하면 좋을까요? どうすればいいでしょうか? 딜레마입니다. 딜레마ですよ. 우리 그런 리본상의 그러면 의견을 구해서 그에 따르겠습니다. 제가 리본의 의견에 따라서 미요と思うんですけど 言うんですけど 手爺さんどうしましょうか。最初に重要なこと言ってもらいましょうか。最初って言ってますね。センターにいる人たちが。はい。最初に言ってもらいましょうか。はい。最初がいいと言ってますね。なんか。センターに何分とかと。ああ。年長命。ああ。待てないんですね、きっとね。あ、まあ左地持ったね。ああ、いえ、いや、알겠습니다. 그러면 그러면은 역시 일본 분들은 동양에 가까우시군요. そうですか、わかりました. やはり日本の方たちは東洋人に近いということですね. 우리가 그 나는 학교에 간다고 표현을 합니다. 私たちは私は学校に行くというふうに表現しますよ. 서양식으로는 나는 간다 학교에가 되지요. 西洋式に表現するんだったら私は行く学校にというふうな順序になるでしょ. 그 문장에서 가장 중요한 것은 학교인데 その文章で一番大事なのは学校なのに 동양에서는 학교를 먼저 가장 중요한 것을 앞에 놓고 東洋では学校というその一番大事なものを先に置き 서양에서는 학교를 맨 마지막에 놓았습니다. 西洋ではその学校というその言葉を一番最後に置きますよ. 그래서 결국은 중요한 말을 맨 처음에 하게 되는 것입니다. 그래서結局は今日は一番大事な言葉を一番最初に置きますよ. 근데 그 문장에서 사실은 가장 중요한 것은 처음에 나가 되겠죠. 나는 학교에 간다고 했을 때. 근데その文章の中で私は学校に行くというその文章の中で一番大事なのは一番前にある私ということでしょ. 내가 학교에 가는지 私が学校に行くのか 내 친구가 학교에 가는지 私の友達が学校に行くのか 우리 집 강아지가 학교에 가는지 私の家の子犬が学校に行くのか 그게 가장 중요한 거 아니겠어요? それが一番大事なんじゃないでしょうか. 그래서 마찬가지입니다. それで同じことですよ. 궁극의 깨우침이라는 것은 결국은 究極の悟りというのは結局は 내가 모든 것의 주체이다. 私が全てのものの主体だ. 쉽게 말해서 簡単に言ったなら 나에가 존재하기에
私が存在しているから、내가인식해주기에、私が認識しているから、우주만물이존재한다는것이죠。宇宙万物が存在しているんだということです。인식주체인내가없으면、認識の主体である私がいなければ、우주만물도아무의미가없는것입니다。宇宙万物も何の意味がないんです。내가없는데우주만물이있은든나랑무슨상관이있겠어요。私がいないのに宇宙万物があったところで私と何の関係があるでしょうか。그러니까궁극의깨우침이라는것은너무나간단합니다。ですから究極の悟りというのはあまりにも簡単なことなんですよ。내가우주에서가장귀한존재라는것이죠。私が宇宙の中で一番大事な尊い存在だということですよ。그다음에그러면이렇게만말씀드리면、자このようにだけお話しすれば、저랑같이이런공부를같이하신분들은다알아들으시겠지만、私と一緒にこの勉強をなさっている方たちは皆理解なさるでしょうけれど、이 TV 를지금스피리추얼 TV 를처음보시는분들은、でもこのスピリチュアル TV テレビを初めてご覧になる方は、지금 무슨말씀을드리는지모르실것입니다。私が何を言いたいのかお分かりにならないかもしれません。그러면제가이제말씀을그냥조금풀어서말씀드리겠습니다。では私がもう少し紐解いて話してみようと思います。최근에지근처에서벌어진예를말씀을드릴게요。最近私の周りで起こったことを例に挙げてお話してみますね。아지그친구가한명있는데。私に友達がいるんですけれど。사업을하는그건축을하는친구입니다。事業で。あの建築の事業をしている友達です。で、韓国で建築경기が나빠가지고、韓国では建築業界の景気が良くなくて、완전히쫄딱망했습니다。完全にもう落ち込んでしまったんです。그래서큰사무실을아주작게축소를하고、それで大きかった事務所も小さく縮小して、그직원들도많은직원들을다그퇴직시키고多くの職員たちも退職させて단지몇명에서회사를꾸리고있고何人かの職員だけを抱えて回していますよ会社を좋은자동차도팔아서いい自動車も売ってしまい작은차로바꾸고小さい車に変えて그러고지내고있습니다そのようにして過ごしています그친구를얼마전에만났는데그の友達にしばらく前に会ったんですけれど저한테하는얘기가私に言うことには자기는자기가항상그크게돈을벌어서自分はいつも大金を儲けて주위사람들을많이도와주는그런꿈을꾸고있고周りの人たちを助けてあげるそういう夢をいつも持っていて그마음속으로자꾸그린다고그랬습니다心の中でいつもそういう夢を描いていると言いました。그래서저는그방법이옳은방법이아니다。それで私はその方法は正しい方法じゃないというふうに。만약그당신이もしもあなたが그런식으로마음을쓰면そのように心を使うなら현재본인자신은굉장히그어려운여건에있다는것을인정하는것뿐이다現在あなたは難しい状況にいるんだということを認めているに過ぎないんだ그런식의그마음을으로상상을한다면そのような方法で心の中で想像しているなら앞으로당신의그삶은점점더어려워질것이다그렇게말을했습니다これからのあなたの生活はもっともっと難しくなっていくはずだというふうに言いました이말에이해가가시는분들도있고この言葉を理解なさる方もいるでしょうし이해가안가시는분들도있을것입니다理解できない方もいらっしゃるでしょう그러나더이상설명드리지않고でもこれ以上は説明せずに나중에한꺼번에말씀드리겠습니다後で一度にお話ししますね또두번째는それから2番目に마찬가지로지측근에계신그연세많으신노인이십니다私のすぐそばにいらっしゃる年を取った老人の方についての話をあげます여자분이신데女の方なんですが85세정도되신분입니다85歳ぐらいになる方です이분은굉장히그
아름다우시고 この 方は とても美しくて 건강하시며 健康でいらっしゃって 그 남편분도 정정하게 활동을 잘하고 계시고 夫に当たる方も とても落ち着いて活動なさる方で 이분의 자녀분들도 다 나름대로 성공해서 집안에 아무런 걱정이 없는 분입니다. その方のお子さんたちもそれぞれに成功なさって何の心配もないように思える方です 좋은 집에 사시고 いいお家に住んでいるし 한국에서는 그 부모한테 효도한다는 개념이 있는데 韓国ではその両親には孝行しないといけないという概念があるんですが 자식한테 효도를 많이 받으시는 분입니다. 子供たちからとても親孝行をしてくれる子供たちを持っている方ですよ. 근데 이분이 최근에 저한테 말씀하시기를 でもこの方が最近私にお話になったところによると 본인이 눈이 그 이제 연세가 드셔서 망막 쪽에 이상이 오셔가지고 ご本人は年を取って網膜に目の網膜に支障が生じて 물건이 약간 흐릿하게 보인다고 하였습니다. 物が少しこのぼやけて見えるというふうにおっしゃいました. 그 흐릿하게 보이는 게 뭐 이렇게 심한 것도 아니고 약간 흐릿하게 보인다고 하셨습니다. ぼやけて見えるというのもひどくぼやけて見えるわけではなくて少しぼやけて見えるんだというふうにおっしゃいました. 안과를 계속 다니셨는데 眼科にずっと通われたんですが 안과 선생님이 말씀하시기를 眼科の先生がおっしゃるには いい 병은 망막에 온 거기 때문에 더 좋아지긴 어렵지만 この目の病気は網膜に来たんだからこれ以上良くなるということは難しいけれど 지금보다 더 나빠지진 않을 것 같다고 안심시켜 드렸다고 합니다. これ以上は今よりは悪くはならないはずですよというふうに安心させてあげるような言葉を聞いたというふうに言われました. 그 얘기를 듣고 その話を聞いて 이분이 저한테 얘기를 하시기를 その方が私にお話になったところには 아마도 안과 의사가 본인을 위로하기 위해서 그런 말을 한 것 같다고 말씀하셨습니다. 恐らく眼科の先生が私を慰めるためにこのようにおっしゃったに違いないというふうに私は聞きました. 그래서 저는 아마 안과 의사가 안심 위로를 시키기 위해서 거짓으로 한 얘기는 아니고 それで私は眼科の先生がおそらくその方を安心させる慰めるためにそんなことを言ったのではなくて 진실이 그러하기 때문에 진실을 말해 준 것이라고 그분한테 말씀드렸습니다. 本当にそうだから真実をありのままに言ったんだというふうにその女の方に申し上げたんです. 그때 그분이 고백하시기를 その時その女の方が告白なさるには 안과 아래에 안경원이 있었는데 眼科のその下の階にメガネ屋さんがあったんだけれど 안경원에 가서 안경을 맞추시면서 このメガネ屋さんに行ってメガネを作りながら 눈이 점점 나빠지는 것 같아서 자기는 살기가 싫다 目がだんだん悪くなるような気がしてもう私は生きていきたくない더 나빠지면 자살하겠다 もうこれ以上目が悪くなるんだったら私は自殺したい 그렇게 안경점 그 주인에게 말을 하였다고 합니다. そのようにメガネ屋さんの主人に話したというんです. 그 얘기를 듣고 저는 굉장히 충격을 받았습니다. 私はその話を聞いてとても衝撃を受けました. 그다음 세 번째 경우를 말씀드리겠습니다. 케이스. では3つ目のケースをお話ししますね. 아, 제가 개인적으로 내과 의사입니다. 私は個人的にこの内科の病院の医者です。内科の医者です。 병원을 개원해서 환자분들을 보고 있는데 病院を開院して開いて患者の方に会っているんですけれど 그 환자분 중에 한 분이 患者の中で一人の方が 최근에 제가 우연히 검사를 해봤더니 最近私が偶然に検査をしてみたんですけれど 간에 암이 생겼습니다. 肝臓に癌ができていました. 근데 암이 이미 간 전체에 다 번져 있었고 癌はもうすでに肝臓の中に全部広がっていて 조사를 좀더 진행을 해보니까 調査をもう少し進めてみたら
회의에도 이미 다 퍼져 있었고 하이님 어머 이태시티다시 그 백 복부의 여러 장기에 다 전이가 되어 있었습니다. 하이노 전이 하나노 아노 나이조노 이런나 토코로니 모 이태시티다니스 퇴인시티다니스요. 그래서 그분에게 그런 말씀을 드렸고 사실을 그대로 얘기해 드렸고 それでその患者の方に事実そのままをお話して 지금 상황에서는 더 검사를 한다든가 今このような状態ではもうこれ以上検査をしたりとか 더 치료받는 것은 별 의미가 없습니다. 何か 치료를 受ける ということは あまりもう意味がありません. 이 상태로 그냥 이 상태로 그냥 계속 살아가시기를 권유하였습니다. 今この状態でただ生きていかれるべきだというふうにおすすめしたんです. 다시 말해서 무슨 말씀이냐 하면 言い換えたらどういうことを申し上げたかというと 그분을 더욱더 많은 검사를 진행을 하고 その方に対してもう少し深い検査を進行して検査をして 또 예를 들어서 항암 치료를 한다든가 하면 例えてみるなら、あの、癌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 에 대해서 화학요법 약을 쓰는 것. 化学療法を使って癌を治療していくという方法. 그 癌에 대한 그 치료제 자체가 굉장히 독하기 때문에. 癌에 사용하는 치료에 사용하는 약 자체가 굉장히 強い ものなので. 그분은 지금 현재의 그 정상적인 체력을 유지하실 수가 없고 今現在その患者の方が維持しているような体力を持ち続けることはできないはずだし 체력 저하와 더불어 体力が 減少するのと同時に 급격히 환자가 되며 ものすごい極度の患者になって 결국은 그 오래 사실 수도 없습니다. 結局は長く生きることもできません. 저의 판단이 그러하기 때문에 私の判断はそうであったので 그분에게 그런 말씀을 드렸습니다. それでその患者の方にそのようにお伝えしました. 지금처럼 잡수시고 싶으신 거 잡수시고 今のようにお食べになりたいことものを食べ続けられて 활동하고 싶은 거 다니면서 활동하시면서 活動なさりたいところを活動なさりながら 혹시라도 통증이 많이 오거나 그러면 もしもこの痛みが鋭く来るようなことがあれば 거기에 맞는 치료를 하자 その痛みに合った治療をしていこう 그렇게 말씀드렸습니다. というふうに申し上げたんです. 그랬더니 그분의 자녀분들과 같이 또 상의를 했는데 そしてその患者の子供さんたちとまた相談したんですが 결론적으로 저의 권유에 따르기로 하였습니다. 結論的には私が勧めた通りに私がお話した通りにしてくださることになりました. 아마 그분을 일반 병원에서 진단을 하였다면 おそらく その患者の方が他の一般的な病院で診断を受けたなら 시한부 생명으로 3개월 이상 살기 어렵다고 아마 진단이 나왔을 것입니다. 普通の診断では3ヶ月以上は生きることができないだろうというふうなその判断を診断を受けたと思います. 그분은 지금 거의 1년이 되셨는데 その患者の方は今私が診断してから前に診断してから1年以上が経ったんですけれど 본인 혼자서 아무 도움 없이 本人一人で誰の助けも借りずに 1시간 이상 버스를 타고 오셔서 1시간以上バスに乗ってこられて 진찰을 받으시고 診察を受けて 또 본인이 노인정이라는 개념이 있죠. 일본에도 노인정의 회장을 맡으셔서 本人のご本人の家の近くの老人会の会長を務められて 활동적으로 활동을 하고 계십니다. とても活動的な生活を送っておられますよ. 지금 말씀드린 세 가지 경우를 보면 今お話しした3つの例をとってみると 사람들은 대개 人はとても
나한테 아직 벌어지지 않은 미래에 대한 걱정을 많이 하고 삽니다. 自分にまだ起こってもいない未来のことに対してとても心配をしていますよ. 지금 현재보다는 미래에 모든 관심이 가 있습니다. 今現在よりも未来に対してとても関心がいっています. 현재의 나의 입장을 받아들이지 아니하고 現在の私の状況を受け入れることをせずに 더욱 나은 나의 미래만을 생각을 합니다. もっと良くなった未来の私の姿だけを考えていますよ. 앞에 맨 처음에 말씀드린 저의 친구 같은 경우에 一番最初にお話しした私の友達のような場合は 그 지금 회사가 망한 현재 자기 입장을 생각하기보다는 今現在会社が潰れかかっている今の状況を考えるというよりは 성공한 미래의 자기 모습만을 그리면서 살고 있었습니다. 成功した未来の自分の姿だけを思い浮かべながら生活していました. 그 실패한 현재의 자기는 너무나 받아들이기 싫고 失敗した現在の自分自身はとても受け入れがたくて 그 싫어하는 것입니다. 嫌だったんですよ. 두 번째 경우에 그 노인분을 보면 2番目に例を挙げた年を取った女の方の例を挙げたら 연세도 많으시면서 年もたくさん取っておられるのに 그 앞으로의 미래에 자기 눈이 더욱 나빠질 거에 대해서만 관심이 가 계십니다. これからの未来において自分の目がもっと悪くなるかもしれないということにだけ関心を持っておられますよ. 지금은 모든 것이 다 잘 보이고 今はすべてのものがよく見えて 행동하는데 아무 지장이 없으심에도 불구하고 行動する上で何の不自由もないにもかかわらず 미래에 대한 생각만을 하면서 未来に対する考えだけをなさって 현재는 걱정만 하는 것입니다. 現在は心配ばかりをなさってるんですよ. 첫 번째 경우나 두 번째 경우나 걱정하는 길은 마찬가지입니다. 1番目の場合でも2番目の場合でも心配しているということでは同じですよ. 첫 번째 경우에는 미래에 대해서 그 희망을 얘기하고 있지만 1番目の場合は未来に対しては希望的なことを言ってはいますが 그 경우에 있어서의 진실은 その場合における真実は 그 친구는 현재의 자기를 받아들이기 싫어하는 것입니다. その友達は今現在の自分自身を受け入れるのが嫌なんです. 두 번째 경우에 그 노인분은 2番目の場合のその老人の女の方は 미래에 대한 걱정만을 하시지만 未来に対する心配だけをなさっていますけれど 첫 번째 경우나 두 번째 경우나 결국 현재 자신을 받아들이지 않는 것은 똑같습니다. 1番目の場合であろうとも2番目の場合であろうとも 現在の自分自身の姿を受け入れがたく思っているということは同じです。受け入れたくないと思っているのは同じです。 세 번째의 환자분은 3番目の患者さんの場合には 현재 자신의 입장을 그대로 받아들이고 現在の自分の状況をそのまま受け入れて 현재에 감사하면서 現在に感謝しながら 살아가시기 때문에 生きておられるので 건강을 계속 유지하시는 게 가능한 것입니다. 건강을 계속 유지していくことが 가능한です. 우리는 대개 살면서 私たちは 生きていながら 大体 현재에 집중하지 아니하고 現在に 集中せずに 미래에 모든 관심이 가 있는 경우가 많습니다. 미래에 모든 관심이 집중している 경우가 많습니다. 그렇지 않으면 과거에 관심이 가 있든가. そうでなければ過去に関心がいっているか. 미래 현 과거의 모든 관심을 빼앗겨서 미래와 과거에 전부 관심을 奪われてしまって 현실은 전혀 사는 것이 아닙니다. 현실을 全く 生きてはいないんです. 이것이 아마 우리 인류의 95% 이상에서 벌어지는 일일 것입니다. これが恐らく今人類の95%はこの世に生きていると思います. 단지 인류의 5% 정도만이 아마 현실을 제대로
직시하면서 살 거라고 생각합니다. 그러니까 인류의 5% ぐらいが 현실을 직시하면서 살고 있습니다. 제가 그 굉장히 감명 깊게 본 그 글이 있는데 제가 とても 감명 깊게 읽은 문서가 있는데 그 일본의 그 경영의 신으로 불리시는 일본의 경영의 신으로 불리시는 마츠시타 고노스케 마츠시타 고노스케 예, 그 선생님의 마츠시타 고노스케 선생님의 예, 글이었습니다. 문서였습니다. 그분은 내셔널이라는 브랜드와 그분은 내셔널이라는 브랜드와 파나소닉, 소닉이라는 브랜드 등을 만드셨고 파나소닉 파나소닉이라는 브랜드를 만드셨죠? 그렇죠? 그 굉장히 큰 기업을 많이 일으킨 걸로 알고 있습니다. 대단히 큰 기업을 作ったというふうに 聞いています. 어렸을 때 저도 小さかった頃私も 일제 그 내셔널 그 라디오를 썼었는데 일본製の 내셔널의 라디오를 썼었는데 그 당시 최고의 라디오였습니다. 그 당시 최고의 라디오였습니다. 근데 그분의 그분에 대해서는 뭐 굉장히 존경하는 분들이 많죠. 그분을 존경하는 분들이 とても多いでしょ 근데 저는 이번에 그분의 글을 보고서 더욱더 그분을 존경하게 되었습니다. 하지만 저는 이번에 그분의 글을 보고서 더욱더 그분을 존경하게 되었습니다. 일본 분들은 뭐 다 아시는 얘기겠지만 제가 일본의 사람들은 다 아시는 것かもしれません 제가 다시 한번 말씀드리면 제가 もう一度お話しするなら 그분은 자기한테 세 가지 보물이 있다고 하였습니다. 그분은 自分には三つの宝物があると言いました. 첫째는 가난이었고 1번目は貧しさ. 두 번째는 제대로 학교를 못 다닌 것이었고 2번目はこの学校にきちんと通えなかったということ. 세 번째는 몸이 약하게 태어난 것이라고 하였습니다. 3번目は体が 弱く 生まれついたということだというふうに言いました. 본인이 가난하게 어려서 살았기 때문에 본인이 貧しく 生きてきたので 성공하기 위해서 노력을 했고 성공するために 노력을 したし 또 제대로 학교를 갈 수 없어서 배울지를 못했기 때문에 きちんと 학교에 가는 것이 できずに 공부를 충분히 할 수가 できなかったので 평생을 그 공부하는 데 쓰셨다고 하였습니다. 생涯を 공부하는 시간에 当てていったというふうにおっしゃいました. 또한 어려서 몸이 약했기 때문에 それから幼かった頃は体が弱かったので 건강 관리를 철저하게 하였다고 하였습니다. 건강 관리를 徹底的にしたというふうに言われました. 그래서 결국은 누구보다도 더욱 그 경제적인 부를 이루셨고 그래서 誰よりも 경제적인 富を 얻었다시 누구보다도 많이 공부를 해서 학식이 높으셨으며 誰よりも 勉強に 시간을 아てたので 博学にも 나리 누구보다도 건강에 힘써서 건강하게 오래 사셨습니다. 誰よりも 건강에 気を使ったので 건강을 유지しながら 長く 生きることが 되었습니다. 그분의 결국은 아까 제가 말씀드린 세 번째 그 환자분과 この方と 先ほど 제가 お話した 3번目の 例に 挙げた 患者の方とは 마츠시타 그분의 그 삶의 방식은 마츠시타さんの この 生きる 方式というのは 같다고 볼 수 있습니다. 3번目の 例に 挙げた 患者さんと 同じだということが 同じだと 見ることが できますよ. 그것은 무엇이냐 하면 それは何かというならば 현재에 집중하면서 현재에 집중しながら 이 삶 자체를 감사하게 받아들이는 것입니다. 今を生きているということ自体に感謝して 그것은 보통 사람들이 할 수 없는 일입니다. それは普通の人はできないことですよ. 그 현재에 자기 있는 이대로의 자신에 대한 완벽한 믿음과 현재에 살아있는 나에 대한 완벽한 신뢰와 사랑과 아이도 존중이 있을 때 가능한 것입니다. 존중, 존경, 존경, 존귀하게 여기는 것.
尊重があればこそできることです。현재있는이대로의나現在にいるこのままの私에대해서완전히만족한다는것このままの私に完全に満足するということ이것이가장중요한삶의방식입니다これが最も大事な生きていく法則です현재나에게만족을못한다는것은現在の私に満足できないということは모든것을다미래すべてのことをすべて未来に과거에서찾는것입니다または過去において探すということですよ음료수잠깐만마시겠습니다자또飲み物を飲みますね그러면과연では果たして궁극의깨우침이되는것이무엇일까요究極の悟りというものは一体何でしょう궁극의깨우침은결국현재나는이대로완전하다究極の悟りとは結局は現代の私はこのままで完全だ내가현재의이삶을유지하고있는것에대한私が今現在このような性を維持させているということが감사함이바탕이되는것이その中に感謝がその基本として流れているということが궁극의깨우침이며究極の悟りであって또생활방법인것입니다また生活法であるんです그러면では그왜그런지에대해서한번다시생각을해볼게요なぜどうなのかということに対してもう一度考えてみますよ아까도말씀드렸지만先ほどもお話ししましたけれど내가존재치않는다면私が存在していなければ이우주만물이아무런의미가없는것입니다この宇宙の万物には何の意味もないんです물론제가없어도もちろん私がいなくても우주는존재하고모든만물은있겠죠宇宙は存在しているだろうしそして万物たちはあるでしょう하지만내가내나의입장에서보자면でも私の立場から見るならば내가없다면우주가나한테는아무의미가없는것입니다私がいなければ宇宙は私にとって何の意味もないんです결국은내가있기때문에우주가있는것이죠結局は私がいるから宇宙があるんでしょ또한번재밌는또다른그상상을해보겠습니다자また別の面白い想像をしてみますよ우리는지구에내가살고있습니다今私たちは地球に住んでいますよ지구에서근데모든에너지의원천은태양입니다地球のすべてのエネルギーの源泉は太陽です태양이있기때문에나무도자라고太陽があるから木も育ち풀도자라고草も育って그따뜻함때문에우리가햇볕을쬐을수가있고暖かさを得るから私たちは恩恵を受けますよ그태양에너지가결국그나무를자라게하고太陽のエネルギーが木を育てるようにさせ그나무오래전에그나무들이그땅속으로매몰돼가지고長く生きてきたその木が土の中に埋まって썩어서腐って석탄도되고石炭にもなり석유도된것입니다石油にもなるんです그에너지를지가이용을하지요そのエネルギーを私たちが利用するでしょ또태양이그식물들을자라게하기때문에そして太陽は植物たちを育てるようにするので우리가야채나과일을먹고私たちは野菜や果物を食べ또풀을먹은동물들소나양들이자라서そして草を食べる動物たち牛や羊たちが育って저희가그육식동물을먹으면서영양을섭취하고있습니다そしてその肉食動物を私たちが食べて栄養をとっていますよ그러면거꾸로생각을한다면じゃあこれを逆に考えてみるならば내가지금생존을할수있는것은私が今生存することができるのは태양이있기때문이네요太陽があるからですね그렇죠そうでしょ
태양이 나를 있게 하기 위해서는 내가 현재 존재하니까 私が今現在存在しているんだから 나의 존재에 있어서 태양은 필수적인 것입니다. 私の存在においては太陽というものは必須的に必要なものですよ. 나를 존재하기 위해서 태양은 반드시 있어야 되는 것입니다. 私を存在させるためには太陽というものは必ずなければならないというものですよ. 태양이 있기에 내가 존재하는 것이죠. 太陽があるから私が存在しているんでしょ? 하지만 거꾸로 뒤집으면 내가 존재하기 위해서 태양이 반드시 있어야 되는 것입니다. 私が存在するためには太陽は必ずいないといけないというふうなことになりますよ. 내가 존재 현재 존재하고 있기 때문에 私が今現在存在しているので 태양은 반드시 있어야 되는 것입니다. 太陽はもう必ずないといけないわけですよ. 그렇다면 태양을 있게 하기 위해서는 자, 太陽をあるようにさせるには 태양계라는 것이 필요합니다. 太陽系というものが必要でしょ? 태양 주위를 여러 가지 별들이 돌고 있지요. 太陽の周りをいろいろな星たちが回ってるでしょ? 또한 태양도 크게 자기의 공전 궤도를 공전하고 있습니다. そして太陽も大きく言うならば自分の自らのこの公転する経図、公転する位置をずっと回ってるでしょ? 그 공전을 하는데 公転する上で 그것은 은하계의 일부입니다. その公転しているのは銀河系の一部ですよ. 태양이 있기 위해서는 太陽があるためには 은하계가 있어야 되는 것입니다. 銀河系가 ないといけないんです. 은하계가 받쳐주지 않는다면 태양이 존재할 수가 없는 것이죠. 銀河系가 広がっていなければ 太陽は存在することができませんよ. 또한 은하계가 존재하기 위해서는 または 銀河系が 存在するためには 은하계 전체가 존재해야 되는 것입니다. 銀河系 全体가 なければ ならないんです. 여러 은하계가 다 있어서 균형을 맞추기 때문에 존재가 가능한 것이죠. いろいろな銀河系があって均衡を保っているから一つ一つの銀河系が存在することが可能なんです. 그 여러 가지 은하가 다 합쳐져 있는 것을 우주라고 합니다. 아치코치의 銀河가 均衡を保って存在しているそのことを宇宙と言いますよ. 그렇다면 そうだったら 나의 존재를 위해서 私の存在するために 태양이 있고 私の存在のために太陽があり 태양을 위해서 은하계가 있고 太陽のために銀河系が存在して 은하계를 위해서 우주가 있는 것입니다. 銀河系のために宇宙があるんですよ. 결국은 나를 위해서 우주가 존재하는 것입니다. 結局は私の存在のために宇宙が あるんです. 그러니까 나의 존재를 위해서 우주가 받쳐주고 있는 것이지요. 私の存在のために宇宙が支えているんですよ. 내가 얼마나 위대한 존재인가요? 그러면 私がどれほど偉大な存在でしょうか? 그냥 그런 생각을 안 하더라도 そのような考えをしなかったとしても 사람은 다 각자 다릅니다. 人はみんな各々それぞれ違うでしょ? 똑같은 사람은 한 명도 없습니다. 同じ人は一人もいませんよ. 세상에 하나밖에 없을 때 가장 희소하다고 합니다. このように一つしかなければとても一番少ない小さいと言いますよ. 다이아몬드니 그런 보석들이 希少価値があると言います. 다이아몬드とかそういった宝石たちは 귀하기 때문에 尊いから 흔하게 구할 수가 없고 簡単には手に入れることができないし 전체적인 양이 얼마 되지 않기 때문에 全体的にその量が少ないから 그것이 그렇게 비싼 것입니다. だからその宝石たちはあんなにも高いんですよ. 그렇기 때문에 우리 각자는 だから私たち各々は 우주의 유일한 존재이면서 宇宙の唯一の存在であり 가장 귀한 존재일 수밖에 없는 것입니다. それは最も尊い存在だというふうに言わざるを得ないんですよ. 그렇게 귀한 내가 そのように尊い私が 결국은 그 과거와 미래의 모든 시간을 뺏기면서 살고 있는 것입니다. 結局は未来や過去に時間を奪われながら
が現在へ集中できるのが重要なのですから、現在に集中するということがどれほど大事なことでしょうか。또다른관점으로말씀을드리면また別の観点からお話しするならば아까처음에잠깐말씀드렸지만一番最初に少しお話ししましたけれど내가인식주체이기때문에私が認識の主体であるので이온우주가존재하는것입니다この全宇宙が存在しているんです인식주체인내가있기때문에認識の主体である私がいるので우주가있는것이죠宇宙があるんでしょ내가모든것을그생각으로결국은전환해서지가알아차리잖아요私が結局は考えてそれを認識するじゃないですか그러니까내가없으면이우주가아무의미가없는것입니다ですから私が存在しない、していなければこの宇宙は何の意味もないというふうに言ったんです그러니가장현명하게사는사람은ですから最も賢明に賢く生きる人というのは현재있는그대로의자기자신을現在のあるがままの自分自身を그대로받아들이고そのまま受け入れて자신에게감사하며自分自身に感謝して자신을격려하고自分自身を激励して승원하고그래도둑을먹되감격하고감격して감탄하면서살아가는것입니다감탄しながら生きていく人ですよ궁극의깨우침과究極の悟りと생활법이生活法というのもの마음에들듯이나모르겠네요皆さんの気に入られたかどうかわかりませんけれど뭐혼자서지가얘기를하려니까一人で私が話し続けているので별로재미가없습니다 面白かあんまり面白くありません질문도좀해주시고質問もしてくださって그래야더말이진행이될것같습니다これからそのように進行していったらいいんじゃないかなと思いますこれからの時間は제가굉장히드릴말씀이많거든요私が実はお話したいことがとても たくさんあるんですけれど한달동안여러가지생각을많이했습니다제가私が1ヶ月の間とてもあれこれとてもたくさん考えたんです질문해주시면それで質問をしてくだされば거기에제가아는대로말씀을드리겠습니다その質問に対しても私が分かる限りお答えしようと思いますはい、ありがとうございます悟りのところの一番深いところの話をしてくれましたはい、皆さん質問とかありましたらですねお寄せいただければと思いますまあ、ちょっと質問的なやつがあったんですが、はい。まあこれオカリンさんの質問かどうかは微妙なんですけどね、宇宙には一人しかいないんですかっていう質問ありますね。質問かちょっと意見かっていうかまとめたもんかわかんない。オカリンさん、宇宙には一人しかいないんですかっていうとこですか。そうですね。自分がまあ一人、まあこれを質問に直すとすれば、まあ自分が中心なのであれば、宇宙には一人しかいないんじゃないかっていう質問ですよね。要は。ちょっと待って。そういうふうに上から3番目ですね。ああ、ちょっと待って。あ、わかりました。あ、オカリンさん。宇宙には一人しかいないって書いてあるこれですね。はい。こういうふうにちょっとそのイルプンさんのお話を聞いていて、ここに彼はまとめたんですよね。ですからこれについて、宇宙には一人しかいないのかというところをちょっとお聞きしたいんですけど。一人しかいない。はい。次オカリンさん、ラムブン。ええ。マルスに連れますと。ね。宇宙へのね。한사람밖에없다아하하하나와같은사람私のような人は一人しかいないって言ったんです申し上げたんですですって
はい。じゃあ、一人ではなくて、まあ、いろんな人もいっぱいいるってことではあるんですね。けど、私のような人は、私と同じ人は、私しかいないでしょってことだと思いますけど。나 같은 사람은 나밖에 없다. 그렇죠. 私のような人は私しかいないんだっていう意味ですって。っていうことは、私以外の個性を持ったいろんな人も宇宙にはいますよっていうことですよね。나 말고 다른 개성을 가지고 있는 사람은 우주에 누구 있죠? 많죠. 소 되셔? 오이 되셔? 때. 아, 지구에만 해도 70억 있잖아요. 지구 だけ でも 70억 이르지 않아요? ありがとうございます。まあ、個性、私みたいな個性を持ってる人は一人しかいないでしょっていうことですね。나 같은 개성을 가지고 있는 사람은 100명밖에 없다라는 뜻이겠네요. 네, 그렇죠. そうですねって、ケジーさんのおっしゃったけど、そうですねって。ああ、ちょっと岡部さんはね、もうちょっと突っ込んできましたね。マルチ個性の私が一人とも言えませんか。つまりこれ、まあ言いたいのはあれですよね。オカリンさんが言いたいのは、多分自分というすごい大きな存在がいて、それが分かれていて、こんな一人一人になってるんではないかということを言いたいということですね。オカリ님도 말씀하시기에는 말치 개성, 이 개성, 이 개성 여러 가지 있지만 그걸 다 합쳐서 나라고도 가를 수 있는 거 아닌가요? 라고 말씀하시네요. 아, 이 전체가 나가 아니냐? 결국 같은 건가요? 자, 전체가 私다 というふうにおっしゃってるっていう意味ですか?あ、そうですね。オカリンさんの質問は多分そうだと思われます。ああ、いえ、あ、この部分に関して말씀드리겠습니다。じゃあその部分についてお話ししますよ。우리 여기 나라는 그이 육체를 가지고 ここに私という肉体を持って있는 사람은 나 혼자지요. ここに私という肉体を持っている、いる人は私一人でしょ?그러나, 다 그래도 아까 지가 우주에서 오히려 오직 혼자인 가장 귀한 존재라고 말씀드렸습니다. 그래도 뭐 私가 先ほど 우주で 一つのこの尊い存在、一つの存在である尊い存在だというふうなことを言いました。내가 가장 귀한 존재라면 果たして私が一番尊い存在であるならば、바로 옆에 있는 리본상이나 すぐそ横にいるリボンや、그 외에 지구에 있는 70억 인구가 その他に地球にいる70億の人口が、다 각자 귀한 존재일 수밖에 없는 것이죠. 各々みんな尊い、それぞれに尊い存在であらざるを得ないでしょ。내 입장에서는 내가 가장 귀한 존재이지만 私の立場においては私が最も尊い存在ではありますが、리본상의 입장에서는 리본상이 가장 귀한 존재이고 リボンの立場で見たならば、リボンが一番尊い存在であるし、또딴 분들 입장에서는 본인 각자가 가장 귀한 존재일 것입니다. また、他の人たちから見たならば、他の人、各自、各自の立場にいらっしゃる、その各自、各自が一番尊い存在であるはずですよ。그러면 가장 귀한 존재라는 게 서로 같이 이렇게 여러 명이 같이 있을 수가 없는 것일까요? では、一番最も尊い存在が、ここにもいて、そこにもいて、おのおの尊い存在が、この同時に、ここにも、あそこにもいるという状態が、ありえないことでしょうか。그 70억 인구를 순서로 1등부터 70등까지 세울 수가 있는 것일까요? 70억 のその人たちを、1位から70位まで、70億位まで順序をつけることができるでしょうか。만약에 70억을 순서대로 세운다면 누가 과연 세우는 것일까요? 제가 もしも 70억 の人たちを順序をつけるとするならば、果たして誰がその順序をつけることができるでしょうか。どういった順序で。더 누가 더 귀하다는 판단은 누가 하는 것일까요? 뭐というなら、その誰が尊くて誰が劣っているというその判断を一体誰がするでしょうか。귀하다는 생각은 누가 하는 것일까요? 尊いという考えを一体誰がしているでしょうか。남보다 더 귀하다는 생각을 누가 하는 것일까요? 他の人よりも尊い、
という考えを一体誰がするでしょうか。이사람보다이사람이더귀하다는생각은누가하는것일까요。この人よりもあの人の方が尊いという考えを一体誰がするでしょうか。다내가하는것입니다。みんな私がしていますよ。내가있기에。私がいるから。누가더귀하다가가능한것이고。誰かがもっと尊いんだということが。이사람보다이사람이더귀하다가가능한것입니다。この人よりもあの人が尊いということが可能になってくるんです。그러면이사람이랑이사람이랑비교하는것이귀한것이겠어요では、この人とあの人を比較するのが尊いことでしょうか그런모든비교를내가하기때문에そういった比較をすべて私がしているので내가가장귀한존재인것이죠私が最も尊い存在になるんですよ모든비교는다나한테서나오는것입니다すべての比較というのは私から出てきているんです그러니까ですから우주에서가장귀한존재는나인것입니다宇宙で最も尊い存在は私だというふうに申し上げたんです이것은비교의개념이아니고これは比較から出てくる概念ではなくて내가유일한인식주체이기때문에그런것입니다私が唯一の認識できる主体だからそういうふうに言えるんです내가보면서이건물내에도보면私が見ながらこの建物の中を見ていても뭐벽이밝다어둡다壁が明るい壁が暗いとか그꽃이이쁘다안이쁘다花が綺麗だ綺麗じゃないとか집이크다작다家が大きい小さいとか그런걸다누가판단을하나요そういったものを一体誰が判断していますか내가판단을하는것입니다私が判断しているんです오로지그우주에서가장귀한존재가나라는것은だから宇宙で尊いのは私だというふうに申し上げたのは인식주체가나라는것입니다認識している主体が私だということを言いたかったんです내가인식하기에私が認識しているから우주도존재하는것입니다宇宙も存在しているというふうに申し上げました우주의일부로서내가존재하지만宇宙の一部として私が存在していますけれど그거는나의그몸의관점에서는그러하지만それは私の体の観点から見たらそうですけれど나의정신적인면을보면私の精神的な面を見たならば내가우주를인식해주기때문에私が宇宙を認識してあげているから우주가존재하는것입니다宇宙が存在しているんです그렇지않습니까そうじゃないでしょうか아까나를위해서태양이존재하고先ほど私のために太陽が存在していて태양이존재하기위해서는우주전체가필요하듯이太陽が存在するためには宇宙全体が必要だというふうに申し上げたように결국나를위해서우주전체가존재하는것입니다だったら私のために結局は宇宙全体が存在しているようになるという意味になります궁극의깨우침은뭐냐면究極の悟りというのは何かというと여태까지는나를우주의아주작은미물로생각해왔었는데今までは私というものを宇宙のとても微々たるもの小さいものとして見てきましたけれど어느날생각의관점을바꿔보니까ある日考えの観点を変えてみたら우주가나의구성물이되어있는것입니다宇宙が私のこの구성물不足物일부일부私の一部그従属してる付属物となっていたんです입장이완전히바뀌어진것이죠立場が完全に変わったでしょ이궁극의깨우침이라는것은究極の悟りというのは내가모든것의주인이구나私がすべてのことの主人なんだな내가모든것의주체이구나私がすべてのことの主体なんだな내가생각을만들어서모든것을인식하고있구나私が考えを作ってすべてのものを認識しているんだな그렇게오직내나와だからただ私と내가일으킨생각밖에없는세상이구나私が起こしている考えしかないこの世の中なんだな그것을깨우친것입니다それを悟ることです그러하기에そうであるから현재있는이대로의내가가장귀중한것입니다現在の
あるがままの私が最も尊いというものになります。지금현재나나를무시하고今現在の私を無視して무언가다른존재가되고싶다何か他の別の存在になりたいというならば참으로어리석은것이죠本当に愚かなことですよ있는나나를일단받아들이고今ある私をまずは受け入れて감사해하면서感謝しながら거기서모든것이시작되는것입니다そこから全てのものが始まるんです왜냐하면なぜなら내가있기에우주가존재한다는것은私があるから私がいるから宇宙が存在しているんだということは다른말로하자면他の言葉で言うならば내가생각으로우주를창조한것이나마찬가지인것입니다私が考えて宇宙を想像しているのと同じことなんです내가창조한것입니다私が想像したんですよ현재나는現在の私は나의창조의절정입니다私の想像の果てです想像の終わりの姿です그러기에내가귀여울수밖에없는것이죠そうであるから私が尊くあらざるを得ないんです우리는私たちは인간이있고인간사람사람이있고인간인간があるし人があるし더높은그스승들이있고それからもっと高い位置にいるこの師匠たちマスターたちがいて그위에또하나님이또신そしてその上にもっと高い神がいる신중에서도여러위계질서가있어서そして神の中にもいろいろこの順序があって더높은신이있다고생각을합니다もっと高いより高い神がいるというふうに考えます그런데でも그신이라는생각을누가하나요その神という考えを一体誰がしているでしょう나보다더훌륭한스승私よりもっと偉大なマスター나보다더훌륭한하나님私よりもっと立派な神様나보다더훌륭한궁극의신私よりもっと立派な究極の神이라는생각을누가하나요という考えを一体誰がしているでしょう다내가하는것입니다みんな私がしてますよ신이나하나님도다나의창작품인것입니다신であろうとそれから神様であろうと全部私が作り出しているものです내가없으면신이나하나님이무슨의미가있겠어요私がいなければ神様신といったものに一体何の意味があるでしょう그러니모든것은나의창조물이며ですから全てのものは私の創造物であり나의창작품인것입니다私の作り出した作品ですよ궁극의깨우침은究極の悟りとは모든것의주체가나라는데있는것입니다全てのものの主体は私だというところにあるんです이모든것을다내가있게하였기때문에この全てのものは私があるからこそあるのであって그창조의결정문인물인현재나를創造の終点物である現在の私を그대로받아들이고そのまま受け入れて감사해야하는것입니다感謝していくということです感謝するということです여기서부터ここから진정한마음공부가시작이되는것입니다本当の意味での心の勉強が始まります대답이되었는지모르겠네요答えになったか分かりませんけど はい、ありがとうございますあ、やばい電源がなくなってきたあと5分ぐらいで切れちゃうかもしれない。すいません。私が失敗して、バッテリーをちょっと忘れちゃったんですね。あ、ちょっと探して。저기、나머지5分ちょっとパッケ持ったしんだよ。あ、5分남았어요 、네、저기、バッテリー충전하는걸깜빡하셨대요。あ、그래요 ?5 分。わかりましたよ、5分ですねって。はい、あ、すいません。でも今ちょっと電源コードをね、違うのを使えないか探してるところです。もし会えば使えるはずなんで。ごめんなさいね。
これは何だ？ 19V 3.9。 大丈夫。긍정적인 이유만 있는 것입니다. 大丈夫ですよって全部肯定的な理由だけがありますから。はい、全然미안해하실필요없으십니다。テディさんが全然すまないと思う必要ないですよって。あ、이또한저의상준이기때문에그렇습니다。すごいな。これ、私の想像だからこうなってるんですって。テディ님의상준이기도하고요。テディさんが想像なさったこともありますけどって。우리가서로무의식에서합의를했나봅니다。私たちがお互いに無意識のうちでこの合意したみたいですねって。はい、まあちょっと電源コード忘れてきてしまったんで、コントロールしてなってもはこれってよ。まあ、探してます。あ、19V 3.24A だね。5분남았으니까마무리지난얘기만잠깐하고끝나겠죠뭐그러면자5분だけ残ってるそうですから、はい、まつげの話だけして終わりにしてもいいですか。はい、ちょっと待って、あ、もしかしたらいけるかもしれません。ガンガン来たりですよ。コードが맞는지まっするちょっいける、いける、多分いける、刺さればいける。これはこれは能力的な。ちょっと電源入れてみて。すいません。いけるかも。あ、いけるんだじゃあ。いけます。すいません。バッテリーつながりました。神様は見捨てていませんでした。日本分の運が日本の方たちは運がいいですねって。ついたかな。重要な話が많이남았는데。重要な話がたくさん残ってたのでって。はい。つながった？つながったような気もするし、つながったような気もする。はい、でもちょっとじゃあまあちょっと見ながらやっていきますね。いってるね。あ、いってそうですね。はい、なんかいけそうな感じがしてきました。はい、ありがとうございます。ご迷惑かけしました。はい、ありがとうございます。そしたら質問とかですね。じゃあずっとできるの？うん、なんか見つけちゃったやり方。わかりました。じゃあ、そういう時はい。아질문도한가지말씀만딱더드리고혹시언제배터리가끝날지모르니까자もしかしてね、バッテリーがまた落ちちゃうかもしれないから、もう一つだけお話しさせてください。はい、お願いします。아지그지가아까깨달은지9년됐다고말씀을하셨는데先ほど私が悟って9年経ったというふうに言ってくださいましたけど、その間の私を振り返ってみると、이공부가공부에있어서가장중요한것은この心の勉強に